雛形あきこ、サンズエンタテインメントから独立発表、女優として邁進していくために考え抜いた末の決断。女優の雛形あきこが15日、自身のインスタグラムを更新し、所属する芸能事務所、サンズエンタテインメントから独立することを発表した。雛形は、私、雛形あきこは株式会社サンズエンタテインメントから独立する運びとなりましたことをご報告いたします。今後は、サンズエンタテインメントの新会社である、株式会社サンクスに業務提携という形でサポートしていただきながら新たなスタートをすることになりましたと報告。これからもさらに精進してまいります。30年を共に過ごし45歳になった現在、いつかは訪れる独り立ちと向き合い、女優として邁進していくために考え抜いた末の決断となりますと説明し、これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます、と綴った。サンズエンタテインメントには、春の愛、富田真帆、ドーキンズ、花房里奈、加藤玲子らが所属している。雛形あきこ、所属事務所からの独立を発表、女優として邁進していくために考え抜いた末の決断。タレント雛形あきこ、45、が15日、自身のインスタグラムを更新し、所属しているサンズエンタテイメントからの独立を発表した。ご報告と題し、私、雛形あきこは株式会社サンズエンタテインメントから独立する運気となりましたことをご報告いたしますと切り出した。さらに、今後は、サンズエンタテインメントの新会社である株式会社サンクスに業務提携という形でサポートしていただきながら新たなスタートをすることになりました。これからもさらに精進してまいりますと綴った。そして30年を共に過ごし45歳になった現在、いつかは訪れる独り立ちと向き合い、女優として邁進していくために考え抜いた末の決断となります。これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます、と締めくくった。雛形あきこ1978年、昭531月27日、東京都生まれ。子役として活動後、94年にフジテレビのビジュアルクイーンに選ばれグラビアアイドルに。同年、TBS 系、毎度ごめんなさいで、ドラマデビュー。フジテレビ系、めちゃにイケてる、などに出演していた。1998年5月、CM ディレクター山本和真氏と結婚し、2000年5月11日に、長女出産。3年11月28日に離婚。2013年3月25日、天野博成と再婚。164センチ、血液型 A。